神戸大学は大学院に合格した学生らの能力を否定するハラスメントを行ったとして。男性准教授を停職十四日間の懲戒処分にしました。神戸大学によりますと、五十代の男性准教授は。一昨年十月に受け入れた大学院研究生に対して。私のところで勉強するにはレベルが達していないなどと。 能力を否定する言動を繰り返し大学院の入試合格者にも入学後の指導を拒む内容のメールを送ったということです学生はいずれも大学院の受験や入学を断念していて神戸大学は男性准教授の言動が教育研究の機会を奪ったとして定職14日の懲戒処分にしました 男性準教授は大学の聞き取りに対し指導のつもりでやったと話しているということです。